んにちは。歌うヨギーニ、ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森香織です。ヨガであなたも声美人。私自身発声に悩んでいた時期結構長くありまして、その中でヨガに出会って、でこのヨガが歌との相性がとても良かったものですから、少しでもたくさんの方にお伝えしたいと思ってこうして動画を作っています。でね、声の出し方って、それぞれ皆さんの出し方があると思いますし、また先生に習っている方はその先生のやり方っていうのがあると思います。それはもう本当にその通りやっていただいた方がいいと思うんですが、その前段階として、この今からご紹介する簡単なヨガをやってあげると、その効果が、その先生に教えていただいた効果、そしてご自分の歌われるその歌い方の効果がね、すごく上がると思うんです。なのでね、ぜひやってみてください。本当に簡単にできるものばかりを紹介しています。そして今日からその動画の最後に、私はね、声のオタク、そして健康オタク、結構ね、体を使ってお仕事されてる方、特に皆さんそうだと思うんですけど、私たち歌手というのはね、体が楽器なので、健康オタクの方多分多いと思うんですよね。でそんな中で、私がいろんなところから仕入れた知識を少しずつこの動画の最後にお伝えしてみようかなってちょっと思い立ちました。いろんな方から、整体の方とか、健康診断とかね、いろんなところでいろんな情報を仕入れて、ほうほうって思ってメモしたりしてるんですけれどもね、それも皆さんのお役に立てていただけたらなと思います。ではね、今日はポーズではなくて、実は番外編やっていきたいと思います。足のマッサージ、へって思いますか？足が何の関係があるのって思いますか？これね、一応椅子ヨガの中で足のマッサージっていうのはあるんですけれども、これをやっただけでね、全身がポッカポカになって緩むんですよ。体全体が、足だけほぐしただけでこんなに緩むんだっていうのがあったもんですから、もうこれ絶対いいなと思って、でヨガの前とかにやってあげると、生徒さん皆さんね、もうそれだけで、あ、すごいほぐれましたっておっしゃいます。でその後のヨガが心地よくできるので、とても好評なんですけどね。ただこれ10分ぐらいやっぱりかかっちゃうので、毎回ヨガではできないというか、やってもいいんですけど、そこに時間取られちゃうのでね。でこれご自分でも簡単にできますし、お風呂に入ってる時とか、手持ち無沙汰の時にやってあげると、もう体元気になるんです。なので、ぜひやってみてください。ではね、やっていきますよ。右足です。右足を左足の上に乗せてあげます。そして足の裏見てあげてください。足の指ね、5本、この指の腹を押してあげるんです。指でつまんで、ね、まずギュッギュッと、心臓から一番遠い場所なので、しっかりギュッギュッと押して大丈夫なんですって、ね、そしたら今度足のこの指の首のところ、こういったところにもツボがいろいろあるそうですよ。ちょっと詳しくは私わからないんですけど、そういったアドバイスをいただいたことがありまして、ただこう、とりあえずグッグッと押せばいいそうです。で痛いところがあったら、そこがやっぱりちょっと滞っているので、そういうところをしっかりこうマッサージしてあげる。だんだん肩に力入ってきちゃいますから、リラックスして呼吸を止めないように。そしたら今度指の腹のところですね、押してあげましょう。余談ですけどね、私の足のサイズ21センチなんです。靴を探すのが大変でね本当に余談なんですけど、こんな小さな足がね、体を支えてるんだなと思うと、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいで今マッサージしてますけどね。じゃあ足の裏全体ですね、全体をマッサージしてあげましょう。そして土踏まずですね。土踏まずは内側もですが、この外側の骨に沿った部分もしっかりマッサージしてあげましょうね。ね、なんかどっか痛いところとかないですか？ない方健康ですね。この外側の部分もね、ちょっとこうグッグッと、でかかとの周りとか、くるぶしの下、
内側も外側もですね。そしたらね、今度指をつまんで1,2,3,4で5で横に広げるっていうのをやってみますね。はい、では指を親指と人差し指っていうんでしょうか、2本目の指をつかんだらやっていきますよ。はい、1,2,3,4,5しっかり広げて、次いきましょう、2本目と3本目。はい、1,2,3,4,5。はい、次いきましょう、1,2,3,4,5。次です。はい、1,2,3,4,5。すごい広がりますよね。それでは開いた指にね、足の指に手の指をこう握手します。でこれがきつい方は上からこう覆ってあげるだけで大丈夫ですけれども、これでね、足首ちょっとくるくる回しましょう、ね、血流良くなるんですよね。はい、じゃあ反対回し。はい、そしたら指を離して反らせてあげましょう。呼吸とともにね、3回やりますよ。一度息を吐いて吸って、吐きながらぐーっと下から5本の指を押してあげます。反らせます。5本の指吸って緩めて、あと2回吐いてぐー、吸って緩めて、はい、ぐー、はい、手をほどいたら今度反対向きに上からこっち側に引っ張ってあげましょう。吸って吐いてぐー、吸って緩めて、吐いてぐー、吸って緩めて、吐いてぐー。はい、ゆっくり足を下ろしますね。もうこれだけで左右の足の色が違うの分かりますか。じゃあ今度ね、指先からさすり上げていくんですけれども、まあこのまま置いたままさすってもいいんですが、ちょっとそれだとこの見えにくくなってしまうので椅子の上に置いてやりますね。まあどのようにしても大丈夫です。私はこの椅子の上に足を置いてやってみます。それでは指先からこのようにさすってあげてください、ね、あのご自分の体、ご自分の足が気持ちいいって思える範囲で大丈夫ですよ。で呼吸止めないように、集中すると呼吸止まっちゃうんで、そうすると硬くなりますから。はい、じゃあこの足の側面もさすってあげましょう。そしてかかとや、アキレス腱ね、アキレス腱の部分。はい、じゃあすね、すね上下に、ここちょっと、まあ、上からの場合こういう感じでしょうかね。じゃあふくらはぎも両手で挟んで、ね、自分のふくらはぎってこんな感じだったんだとかって、こうやって撫でてあげると思いますよね。では後ろ側ね、ふくらはぎは下からさすり上げてあげましょう。これ下に下ろしといていいんですからね。ふくらはぎは第二の心臓と言われていますね。ここしっかりさすってあげると血液循環がどんどん良くなります。熱くなってきますね、この辺からね。はい、じゃあ膝に行きますね。両手を重ねて膝の上でくるくると温める感じ、気持ちいいですね。膝の裏側、リンパが滞りやすいところをクッと親指で押してあげてください。では太ももです。ちょっと体重かけながらね、呼吸しながらマッサージ。もうね、この辺でね、自然に顔が笑っちゃうんですよね。気持ちいいですよこれが本当に。はい、じゃあ両方ですね、太ももの横です。では後ろ側ね、いつも座ってるとね、こう潰れちゃってるとこですけど、さすってあげてください、ね、冷えちゃったりしてませんか。血液循環がね、やっぱどうしても悪くなっちゃうんですよね、ずっと座ってるとね。
はい、じゃあお尻もさすってあげましょう。ね、硬くなっちゃってますからね。こうやってさすってあげるとまた柔らかく血液循環も良くなります。はい、じゃあゆっくり座ったら、それではね、外側から両手を重ねてぐーっとこの鼠径部、この、足の付け根押してあげますよ。外側、真ん中、内側です。両手を重ねて息を吸って、吐いてぐーっと体重をかけます。吸って真ん中、吸って内側。はい、右足はこれで終わりです。どうですか、ポカポカしてますね。では左側も行きましょう。はい、それでは足の指ですね、またしっかりマッサージしてあげましょう。こうしてね、自分の足の指の裏側ゆっくり見ることって少ない、くないですか？なんか可愛いですよね。顔とか描きたくなっちゃう。はい、では首の部分ね、そう、しっかり指を使ってグリグリって、この辺も本当にグリグリやっちゃって大丈夫だそうなので、グリグリグリってやってみてください。はい、では指の腹の部分しっかり押してあげましょう。では足の裏全体、ね、右と左とね、差はあるんでしょうかね。今のところ同じような感じですけど。はい、そしたらね、この土踏まずね、土踏まずはちゃんとね、カーブがある方がいいですよね。ではこの骨に沿った部分もしっかり、でくるぶしの下、反対側のくるぶしの下で、かかととかね。はい、それでは足の指の 1,2,3,4,5 やりますよ。親指と2本目の指いきます。せーの、 1,2,3,4,5。 次 1,2,3,4,5。次、1,2,3,4,5。次、1,2,3,4,5。はい、では指を挟み込む、もしくは上から包むようにして足首回してます。足首回すだけでね、ちょっとね、リンパの流れ良くなったり、反対回しね、やっぱ流れを良くするってことですね、すべて。はい、心地よく回したら指を離して、今度反らせていきますね、5本全部。はい、吸って吐きながらぐーっと反らせてあげましょう。あと2回吐いてぐー、あと1回吐いてぐー。はい、では反対側ですね、手前に吸って吐いて、手前に吸って、吐いて、手前に吸って、吐いて、手前。はい、ではゆっくり床に下ろしてさすっていきます。私は分かりやすく椅子の上でやっていきますね。では足の指先からこうさすり上げてみてください、ね、両手使って手のひらで覆うようにしてあげると気持ちいいですね。はい、側面も。かかとも。アキレス腱ね、そのまま。はい、じゃあすねです。すね。上から下、下から上、まあ、やりやすいよ。はい、側面も。
そしてふくらはぎですね。足ついたままでいいですからね。下からさすり上げてあげると、ね、第二の心臓がしっかり働きます。それでは膝、両手を重ねて温めるようにくるくると回してあげてください。これね、本当に気持ちいいんですよね。手のぬくもりがね、膝に伝わって、はい、では太もも、ちょっと体重を乗せてあげましょう。はい、それでは側面、はい、では太ももの後ろ側どうですか？柔らかくなってますか？で、お尻のところもね、それでは鼠径部、付け根のところを両手を重ねて外側から内側へ3箇所押していきましょう。吸って吐いてグー、吸って真ん中グー、吸って内側グー。はい、いかがですか？足をね、マッサージしただけなんですけど、今全身ポカポカしてませんか？そしてなんだか笑顔になったっていう、これは本当になんかね、効果があるみたいですよ。ぜひやってみてください。で、全身が緩んでるってことはやっぱり呼吸もね、しやすくなってると思うので、これも歌うためのヨガに組み込んでいます。はい。それではね、今日動画の一番最初にお伝えしたように、健康オタクがお伝えするワンポイント豆知識。人の体はね、60% ぐらいですか、水分でできているって言われますよね。なので水分はちゃんと取りましょうっていう、よく言われますよね。ただその水分にも種類があって、体のために取るべき水分とその取り方、2種類お伝えしたいと思います。水分取ってますよって方結構いらっしゃると思うんです。ただね、その水分、全てが体にこう浸透しているわけじゃないらしいです。出てっちゃうんですね。一番いい水分というのは水かお白湯、まあ、できれば常温の水かお白湯、もうこれだけだそうです。まあ、詳しくは専門家に聞いてくださいね。お酒はもちろんね、もう外に出ていく量が多いから完全に水分不足になるって言われますよね。で、その他にもお茶や紅茶、コーヒー、ジュース、これ全部その水分取りましょうの水分に入ってないんですってね。ちょっとこれで愕然とする方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もうそんなこと知ってるよっていう方もいらっしゃると思います。もちろん、そう、最初聞いた時私もと思ったんですけど、今はもう基本的にお白湯を持ち歩いてお白湯を飲んでますけれどもね。はい、それ以外のものはやっぱり出ていっちゃう方になっちゃうそうです。はい、ぜひね、取れる時にはお水かお白湯を取ってみてください。でね、これ夏だけじゃなくて冬もですよ。冬も完全に水分不足になっていること多いそうです。で、気をつけてください。そしてね、その取り方なんですけど、例えばね、コップ一杯の水やお茶湯をちょこちょこ口にする、それを一気にね、ガって飲んであと取らないんじゃなくて、ちょこちょこ飲み続けるのがいいそうですよ。だから水筒なんかにね、まあ、ペットボトルでもいいですけど持ち歩いて、気がついたらちょこちょこ飲むっていう形で、やっぱり1日1リットルぐらいは飲んだ方がいいって言われました。はい、で、私もそれを聞いてから実行してるんですけれども、それによって体の流れも良くなりますし、まあ、お肌のためにもとてもいいって言われています。ぜひこれ試してみてください。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ヨガであなたも声美人、皆さんで声美人を目指していきましょう。それではまた見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた。